いや実はね、そのジリジリカフェの人とのメール対応からちょっと見てほしくて、あの名前とかちょっと隠したんでね、ちょっと一応見てほしいんですよ。いや私がその配信していいかとか、一人で行ってもなんとかなるかとか、まあ、ちょっといろいろやり取りをしてたんで、そのメールをちょっと見てほしくて、でなかなかねその配信していいのかっていうことに関して、あの返信がね来なかったんだよな。だからちょっと大丈夫かなと思って催促のメールとかしたんだよ。でその結果がこちらなんですけど、この度はお問い合わせ誠にありがとうございます。ジリジリカフェと申します。返信遅くなり大変申し訳ございません。お送りいただいた内容に関しまして、人狼イベントのご参加ご検討誠にありがとうございます。では、まあ、お金の料金の話をしてくれて、その後ね、また配信に関しまして他のお客様のご迷惑にならない程度であれば問題ございません。僕も思っておりますのでご安心ください。お電話でのご予約も受け止まって、もうね、ちゃんと許可取りしたと、もう完璧。うん、ね、ご不明な点がございましたらお気軽にご遠慮ください。どうぞよろしくお願いいたします。あの遠慮されてるんだよね。やぼかなと思って指摘しなかったんだけど、私あの遠慮されてるんだよね。すごくない？め遠慮しちゃってんじゃん。やめてほしいって。もう配信までしても一人でカフェでちょっと配信するやめて、もうご遠慮くださいって言っちゃってんじゃんと思って。いや、いいんだよ、もう。いい。多分疲れてたんだろうなと思って、私はもう、何も言わないけど、ただ、前日から私は、ご遠慮されてたのね。うん。めちゃくちゃ笑った、一人で。うん。あの、夜に一人で。遠慮されちゃいましたね。はい、お気軽にご、どういうこと？気軽に遠慮しろって、どういうこと？まぁ、いまだにちょっと、どういうご変換なのか。いや、果たしてこれはそもそもご変換なのか。どう思うこれ。いや、めちゃくちゃ笑ったから、いや、責めないでね。多分疲れてたんだよ。私は別にこれで、本当に怒ったわけでもないし、もう笑い話として、なんなら話せるなって思ったぐらいだから、そうは思ってほしくないんだけど、お気軽にご遠慮ください。ハッとしたよね。夜に見てな。そう、お気軽にお聞きくださいとかさ、なんかね、わかんない。お申し付けくださいなのかちょっと、わかんないけど、ご遠慮くださいってさ、何を弟としたんだろうと思って、ご連絡くださいと、ご遠慮くださいになっちゃったんだろうな。本心が漏れ出たこれ。まあいいんですけどね。